しゃいました。牧野雄介さんと弟の牧野健介さんより勝利賞が贈られます。先生と恐れてたことが完全に落ちちゃったんで、勝ったのが勝ち確信しちゃったのが3ラウンド目も悪かったですね。ああもっと言ってもよかったよ、言い訳してるわけじゃないですけど、マジで負ける気だけしないんで、またすぐやります。全然やってきたことも正解だったし、何も間違ったことはやってなかったし、本当に今日はちょっと次勝ち方をもちろんまとめて、全然でも負けた気全くしないです、ね、UBC だったら俺が頼むよ。いやもう本当に悔しいな。すぐやります。さあもうしょうがねえ。さあさあさあぜひ戦いの見どころポイントを教えてください。そうです、それはこれはお互い